こんにちは、マジセミの寺田です。今日はですね、エンジニアじゃなくても分かる IT トレンド解説ということで、お話をさせていただきますけども、今日のテーマはですね、DevOps ですね。DevOps ですけども、じゃあ DevOps って何ってところから、簡単にちょっと解説をしていきますが、Dev はですね、開発ですよね。Ops は運用ということで、開発と運用が組み合わさった言葉なんですけども、従来っていうのは10年とか20年とか、それぐらい前、そういう前の話ですが、従来のですね、システムって、開発する人たちと運用する人たちと、結構分かれていたじゃないですか。で、求められることも全く違っていて、かつ時間軸もですね、違ってたですよね。違ってたじゃないですか。要は開発するのって1年とか2年とか、場合によっては3年とかかかってたわけですよ、システムを作るのはですね。で、で作ったシステムを運用しますと。で、それは運用の専用の人たちがやるわけですよね。で、開発する人たちはまた開発をするんですけど、そういうふうにこう役割分担が明確でしたと。で、もちろんその修正もあるわけなんですけども、それ修正はもちろん開発のチームがやるわけなんですけど、それをじゃあ運用に、リリースするときに運用にこう引き渡すときって、かなりですね、いろんな申請書をたくさん書かないといけなかったりとかして、結構大変でですね、それやっぱり1ヶ月とか2ヶ月とか3ヶ月ぐらいかかるわけですよ、ちょっとした修正でも。なんでそういうことが起きてたかっていうと、その運用っていうのはその安定的に、トラブルなく、システムを動かすっていうのは非常に重要視されていて、でかつシステムの修正っていうのは、リスクじゃないですか。それを修正をですね、受け入れるときにトラブルがないように何重にも厳重にチェックしたりとか、申し込み申請書いろいろ書いたりとかして、そういうことを行ってたわけなんですけども、それが要は Dev と Ops、開発と運用が分断された時代がありましたということですね。ところが今デジタルトランスフォーメーションが非常に重要だと、これはビジネスとして、IT の話じゃなくて企業の経営としてビジネスとしてもう非常に大事だと言われていますよね。で、そうするとですね、何が必要かっていうと、つまりシステムを開発するのに3年かかりますとか、ちょっとした変更するときに3ヶ月かかりますってもう許されないわけですよ。何が重要かっていうと、開発したらそれをいかに早く、システムに反映して、つまりリリースして、いかに早くお客様にこう使っていただいて、でさらにフィードバックを得て、じゃあ次の改善にどう生かすかっていう、このサイクルを、いかに早く回すかっていうのが今非常に重要になってきてるじゃないですか。なので、もう3ヶ月とかって許されませんと、1日とかですね、そういう単位で、この開発と運用と、を連携させないと、成り立たないわけですよ、ビジネスが。IT の話じゃなくてビジネスの話なんですね。で、アジャイル開発の同じ文脈ですよね。システム開発に1年とかかかってるのもナンセンスなので、もうなるべく早く、できたところから順次使ってもらってて、またフィードバックを得て、また修正していく、そういうのをどんどん、繰り返して回していきましょうというのがアジャイル開発ですよね。なのでデジタルトランスフォーメーションでは、をやるにはですね、アジャイル開発が必要だし、でさらに、そういったデジタルトランスフォーメーションもしくはアジャイル開発を実現するには DevOps も必須なわけですよ。なのでこの開発だけ早くしてもですね、運用が乗らないとしょうがないので、なので、これも3点セットで必ず必要ということですね。繰り返しますけど、これもビジネスの話なので、ビジネスのためにも DevOps っていうのは必ず必要だということです。で、ちょっとクラウドってつけたのは、デジタルトランスフォーメーション、をやるにはですね、大体クラウドプラットフォームを使うことが多いじゃないですか。なので、これはちょっとこの後、別のセミナーでもちょっと紹介するんですけど、DevOps を支えるためのいろんなサービスとかツールもですね、クラウドプラットフォーム、具体的には AWS とか、Azure とか、そういったプラットフォーム、クラウドベンダーからですね、いろんな便利なツールも紹介、とか提供されているわけですね。そういうのを使いながら、DevOps をやっていくということですね。で、これはもうちょっと余談ですけども、ITIL ってあるじゃないですか。
あるじゃないですかってちょっと分かんない人もいるかもしれないので、 ITIL というのはシステムの運用のベストプラクティスですね、こういうふうにシステムを運用すればうまくいくよっていうベストプラクティスが ITIL っていう名前のやつが、あるんですけど、これ非常に有名で、広くですね使われているわけなんですが、従来はですねどちらかっていうとその、基幹業務システムとかちょっと固いシステムのための、フレームワーク、品質だとかを担保するようなためのです、ね、フレームワークだったんですけど、この ITIL もですね最近バージョンアップされて V4 ってのが出てるんですけど、これはですねなんとその DevOps がターゲットになってるわけですよ。 DevOps の運用開発運用、要は DevOps をうまく回すためにどうすればいいかっていうフレームワークになっているわけなんですね。なので、なんでこれを出したかっていうと、いよいよですね DevOps 非常に重要になってきたなっていう、一つとしてちょっと紹介したんですけども、こんな世界にもなっているということですね、なのでDevOps 重要ですよっていうのが、今日のテーマでしたと、こういった形でですねトレンド解説していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。